よし、遺跡を突破した。ありがとね、ラズミ、ジーセン。ねえ、二人はどこか行く当てとかあるの？私はダールのボスをぶっ飛ばしに行くんだけど。予定はないよ。ぶっ飛ばしに行こう。楽しそうだし。一緒に世界を旅したいです。目的はちょっと怖いですけど。だね。よかった、よし一緒に行こう。止まれ、オーシロット村からは何人たりとも出ることは許さん。誰？お、兵士たちよ、ナバル軍の指揮官として命ずる。この小娘を尋問のためにビバナ砦まで連行せよ。了解しました。話が早い。私はアジュナ、アシュワット村の王者インドラの娘よ。簡単にやられはしないわ。何、どうした？殺すんじゃない。ラバナバー閣下の元まで生かしたまま連れていくのだ。はっ大丈夫、理解してる？え、ナウローディング。うん、頭が。やっと起きたか。あいつらなぜか俺までここに入れやがった。俺がラバナバー閣下の元まで連れて行くと言ったんだが、あいつらは命令に従わなかったんだ。あんたがうざくて嫌われてるからじゃないの？それで納得いくね。マジか。ちょっと喧嘩しないでください。ラバナバー閣下に直接お話できれば。悩む必要なんてないわ。奴らのところに直行するんだから。ならどうやるつもりなんだ？壁でもすり抜ける気か？ここから出る方法があるはず。どんな場所にだって一つくらいは必ずね。誰一人この牢獄から脱出できた者はいないし、お前がその一人目になるのも無理だ。外に繋がっているのは二箇所、扉と通気口だけだ。ああ、アジュナの斧さえあれば。俺の部下はその辺徹底しているからな。お前らに武器を持たせたままにするほど愚かじゃない。頭の中に武器をしまっとけば取られることなんてないわ。まあ確かにな。よし、マジか。ここから出るわよ。覚悟はいい？扉さん。扉はかなり頑丈だと言っておく。てか、ダーグ、お前は。そうだ、通気口。牢獄なのになんででっかい穴を塞がないんだろう。普通の囚人は得体の知れない精神の領域に魔法の斧をしまったりしないからな。まあね。想定が甘いわよ、ダーグ。おお。あ、こっちは切れないぜって、壊せないぜって。また鯉のいるね、右側にね。捕まったのは私たちだけじゃないよね。でも人のことを構ってる場合じゃないわ。早くここから脱出しましょう。あ、いいんだ。こいつの脚力、頭おかしいから。いいよ。あら、もうなんでこんなすぐに見つかるの？ダールね。俺は呼んでいないぞ。だが来てくれて助かった。貴様ら、我々を今すぐにラバナバー閣下の元まで連れて行け。我々が受けた命令は小娘を拘束すること、それだけだ。命令に従わないつもりか？俺は貴様らの上官だぞ。私たち殺されちゃうね。笑うなよ。そうはさせないわ。ああ、なるほど、そういうこともあるんだ。危ない。本当だ、体勢崩れた。
危ない危ない危ない。体勢崩さないとなかなか倒せないっていうのもあるんだね。ああなるほどね。おおいいよいいよ。背は伸びないね。そしてセーブできるよ。窓だ。あそこから逃げられるわ。あれ窓なの。撃ち抜いてやる。待てバカ。あいつは無視ね、アジュナ。窓を割るんだ。やっちまえ。行くわよ。おい。すごい高さ。待てと言ったんだ。わあ、雲が下にあります。ここはどこなんですか？ラピュタ？ビマナトリレ。へえ。ラバナバー閣下の空飛ぶ砦。ビマナ。どこにでも兵士を届けられる。ってことは。ここにラバナバーがこの中のどこかに。ああ簡単にはたどり着けんがな。こんな時でなんなら素手でだってバラバラにしてやるわよ。それか燃やしちゃおう。その時になったら考えましょう。ああまずは中に戻らないとね。これ落ちたら死ぬパターンなんじゃない。ああちょっと待って、ちょっと待った、危ない。こうね。よし、これでいいんだよね。おお、いっぱいある石、謎の石。アジナ、どうやら力を高められそうですね。精神の領域へと来てみてください。行く行く、精神の領域に。そんで、こいつ？リンセルを5つ持ってきてくれましたね。約束通り、あなたの力を高めてさせられましょう。お願い。お、真っ赤になった。シャクティ研究者新人。私は引き続きこの精神の領域で持ってきていただいた輪石の研究をします。あなたに必要とされる限り私はこちらにいますね。どうやら今やマニの教えも受けられるほど強くなられたようです。ありがとう。力がみなぎってくる気がする。力を高めるには輪石が20個必要です。まだ十分ではないようですね。20個ってないね。何よ本当に。どうやら教えを受けるに十分強くなったようだな。リンセグの力を用いてお前の防御力を高めてやれるぞ。力を注ぐには手始めにリンセグが5つ必要だ。はあ、あーなるほどね。確かあの女性の方が要は攻撃力を高めて、青い方が防御力高めるみたいな感じでいいのかな。よいしょっと。おいそこの誰。あらあなたも捕まってる人。じき出てみせるかな。このゼーベイ様を長く捕らえておくことはできん。通気口を登ったらどう。私はそうしたわ。もちろん試したさ。通気口までたどり着けなかったんだ。ラバナバめ、手に届かない自由を見せびらかしやがって。ああ、あれってそういう意味があったのね。俺の心をへし折るつもりなんだろうが、
ゼベイ様がこれで屈すると思ってるならそれは大間違いだ。チャンスがある時に俺を殺しておくべきだったな。そう、その調子よ。そういうわけで俺をここから出してくれ。こいつは相応の理由があって牢獄にいるんだぞ、アジマ。それにちょっと怖いです。私はもっと怖いのを見たい。何見たの？ああ、そいつらの言うことは聞くな。なあ、君たちの話を少し聞かせてもらった。ラバラバを倒そうとしてるんだろ？そうよ、ボコボコにしてやるの。俺の助けなしには無理だな。やつは実に手強い。だが俺を出してくれたら、やつの砦に軍隊を放ったようなもんだ。ラバラバなんてちょろいぜ。それは頼もしいわね。たわごと、そいつは犯罪者だ。そこから出してあげるわ、ゼベイ。ただしがっかりさせないでよね。出してくれるか、本当に？まあそのもちろんだ、すぐにわかるさ。本当に？じゃあ後で。では今はここで君たちの留守を預かるかな。お願いね。いいんだ、それでいいんだ。本当なんか展開がもう見えねえよ。急すぎて見えねえよ。あ、なんかいるね。あ、これはあれか、下はいけない感じね。普通に上登っていく感じね。ようよう兵士さんよ。おら、お、いいね、いいよ、いいよ、いい感じ。よし、おお。いや、なんか敵がちょっと手強くなってきたね。お、セーブできるよ。おー、ちょっと待って、上行けそうだね。あーあー、え、ちょっと待って、下いい、ちょっと まず下順路行こうぜ、順路。ちょっと待った。ちょっと待った。上行ってみようぜ。うん。こっちどうなってるの？ああ、なるほどね。あ、もしかしてこれが正規ルートだったりする？いや、待てよ。あれ、何よ？ちょっとあいつと接触してみたさもある。何？おお！いった！今の何？何？あれはハーティーだ。ハーティーじゃなくて？それで今の攻撃は何？廊下を通さないよう強力なビームを発射したんだ。射程が長いから遠距離からしか無効化できない。なんで吹っ飛ばされる前に教えてくれないのよ。確かに。お前は忠告を聞く玉か。もういいわ。そういうことか。まあ知ってたけどね。まああえてあのかかってみたかったっていうのはあるから。うん、知ってたし、こうなること知ってたし。うん、こっち。おわ、痛い痛いじゃん。よし。人生を最後にするのって面白いなこれ。あんなさ、薬混ぜ混ぜして死ぬんだぜ。敵もたまったもんじゃねえよな。こっちは何もない感じ？何もない感じか。なんかあるね、あそこに。弓？私たちがいた牢獄の扉よりは脆そうね。
いや、そう簡単には壊せたな。一丁上がり。おお、ゼーペー、鼻どうした？お前蜂に捧げたか？ああ、自由だ。アジナ、こいつは一人で逃げ出すつもりだぞ。そりゃ傷つくな。俺は約束を守る男。言った通り、我が弓で協力しよう。で、お前の弓とやらはどこにあるんだ？ああ、没収されたんだ。俺は奴らに殴られ、ここに連れてこられた。俺の心と魂である弓と引き離してな。私も殴られたわ。妙なんだ、ラーンの守護者たる俺は多少の情報は握ってる。俺の知識が目当てで捕まえたのかと思っていたが、尋問もなけりゃ要求もない。守護者？ラーンとスメル山を守る者たちのことだ。この世界のすべてをつなぐ橋がたるスメル山をな。守護者は聖なる山を外敵から守っている。最近ではラバナバーとその手下どもの脅威からもだ。閣下を誤解している。あの方が目指しているのは平和的な世界統一だ。お前間抜けだな。あの男、この男がお前たちのリーダーか？まさか。そいつはただの人殺しよ。言うことなんて聞いてないわ。ならいい。ラバナバーは平和をもたらすものなどではない。ああ、俺の名前はもう知っているな。君の名はアジナだったかな？そう、アジナよ。アシュワットから来たの。この俺、ゼベイは誇り高き山の部族の出身だ。我々こそ、風と山の歌を歌う者たちだ。だが俺たちは、ラバナバーの前に、壊滅状態になった。俺は奴の軍に抵抗しようとラーンに行ったところで捕まったんだ。私もほとんど同じ目に遭ってる。俺は倒れていった部族の者たちの仇を討つ。偶然ね、ちょうど私たちもラバナバーの面をぶん殴りに行くところなの。ああ、面をぶん殴るだと？いい考えだな。アジナ、君には借りがある。ラーンの守護者として君の名誉と安全を守ることを我が弓に誓おう。まあ弓を見つけてからだが。よかった。じゃあシュンと。また？マジっすか。また牢獄に閉じ込められた。ああ、牢獄とは違うかな。ここはアジナのへんてこな頭の中。こいつはボム、私のランタンの中にいる。で、あんたはアジナの精神の領域にいるってわけ。まあすぐ慣れるよ。どうも、自分たちもいますよ。ああ、よろしく、みんな。じゃあ早速だが、俺の弓を探したいんだ。最高の立ち回りを見せてやろう。俊敏なる弓使いゼベが共通の目的に狙いを定めた。かっこいいこと言うじゃん。下アタックで打ち上げ。ゼベの下アタックは複数の敵を空中へと打ち、そうなんだ。で、上アタックで大型の敵に有効。ほう。ああ、はい。バトルパーティーが満員だ。パーティー選択でキャラクターを入れ替えよう。ポーズメニューまたは、この長い四角でいつでも入れ替えが可能ですと。つってもな、ラズミ好きなんだな、割と。ダールとゼペ変えてみるかな。あ、ダーグス、ちょっとこうしてみようか。
あそこにあるよね。あの柱の裏だ。でしょ。あ、見つけたのね。だが、なぜ武器庫ではなくここに。強力な武器だぞ。相当急いでいたんだろう。俺の部下どもらしくないな。何かがおかしい。何はともあれ、俺の弓は君のものだ、アジラ。なんと弓を見つけた。誰かが置いていったのだろうか。あ、何、弓使えるようなの。おお、ペーン。破壊力半端なくね。なんであんな火花散るので、私は何をするの。あ、上に行くのかな。こっちじゃないね。ほら。あ、オーケーオーケーオーケー、分かったよ。アーティに近づくことはできない。遠くから倒す必要がある。なら俺の弓が使えるはずだ。やってみろ。あれは視界に入ったものすべてを攻撃する。もちろん矢もだ。せいぜい気をつけるんだな。難しく考えるな。扱いは簡単だ。2、3年の訓練すればお前でも使えるようになるだろう。そんな簡単なの。焦げでしょ。はい、余裕。簡単ね。なあ、言った通りだろう。感激しました。弓を使ったのが初めてだなんて。大したことないって。壊しちゃったね。完全に壊しちゃった。オッケー。じゃあ今日はこの辺にしとこうか。ちょうどセーブポイントあるしね。いやー、なんか面白くなってきたよ。なんか味方も増えたしね。ということで、また次回よろしくお願いします。ありがとうございました。